お集まりの皆様、まもなくこのステージにおきまして、今年で第46回目を迎えます全国大学ラグビーフットボール選手権の公開抽選会を、行ってまいります。今年の大学ラグビーのチャンピオンを決めます大会、この注目の抽選会でございます。関東、関西、そして九州、そして各地区のですね、勝ち抜いて代表になりました16チームが日本一をかけて戦ってまいります。去年の覇者早稲田大学は、大会史上キャプテンお願いします。慶応義塾大学 A です。慶応義塾大学は A ですから、左側の一番上ですね。慶応大学は A に入りました。このボールを引いていただいて発表してください。早稲田大学 B です。早稲田大学が B に入りましたか。 B ですから逆サイドですね。 B ブロックに入りました。慶応のブロックが分かれましたね。今年の総決戦は仮に再戦があるとすれば決勝ということになります。そうですね、はい。もちろんそうなるかどうかは分かりませんが、まずはですね、予備抽選は行われておりますが、この A ブロックに入るか B ブロックに入るかというのをまずこの両キャプテンには、引いていただきます、はい。それがこちらには2通の封筒が用意されていますので、はい、まずこの封筒を引いていただくことにいたしましょう。関東学院安藤キャプテン、どちらかを選んでください、はい。前大学正木キャプテンです。さあ、それではまず関東学院安藤キャプテン引いてください。関東学院大学 B ブロック、関東学院大学まず B ブロック、まず B ブロックがどこに入るかですね。さあ、それでは B ブロックのどこに入るか、はい、今度はボールを引いていただきましょう。関東学院大学は A に入りました。早稲田大学の山に入りましたね。やっぱなんか縁がありますね。縁がありますね。去年は初戦で当たりましたが、今年はさあどうなるかというところです。さあ、それでは天理大学は自動的に A ブロック。さあ、はい、です。明治大学は I。ですから関西学院大学のブロックということになりましたね。さあ、続いていきましょう。関東第5代表です。それでは B賞をお願いします。帝京大学は K、 初戦関東学院大学の対戦、これも興味深い対戦ですね。そして早稲田とも同じ大和、しかもここなんか来ましたね。帝京、関東、早稲田揃いましたね。興味深いですね。どういうその勝ち上がりになっていくのかというところですね。これは面白いですね。さあ、続いて5番目に参りましょう。関西の旋風を巻き起こしております摂南大学です。法政大学です。文字キャプテン、もう分かってはおりますが、これ違うのってたらびっくりします。違うのってたらびっくりします。大学いいです。法政大学はいいということになって、初戦は流通経済大学、同じリーグでの初戦対決というのが少し多い感じでしょうかね。そうですね、多くなりました。このね、抽選はそういう意味ではそこは仕方ないところなんですけども、法政は慶応のところに入りましたね。これでもやっぱりこうなると、帝京関東っていう非常に注目の一戦になりますよね。そうですね、この時点では、はい。さあ、これで16校の組み合わせ抽選が終わりました。なお先ほどからお伝えしておりますが、関東と関西の第5代表は12月の13日。法政大学森下がりです。チャレンジャーとして頑張ります。お願いします。流通経済大学。流通経済大学、川西智丸です。一戦一戦しっかり戦っていきたいと思います。では続いて、天理大学。天理大学の松井です。一戦一戦大事にして、天理大学の試合を行います。その応援をしています。摂南大学。摂南大学です。全員まとまって、とりあえず1回戦を目指していきたいと思います。
筑波大学、筑波大学大渕健介です、筑波らしいラグビーで1年生勝っていきたいと思います。よろしくお願いします。東海大学のごめんなさい、どうぞ失礼いたしました。東海大学の大学です。一つ、大事に戦って日本一に取りたいと思います。よろしくお願いします。関西学院大学です。関西学院大学の大原と言います。一戦一戦オールアウトして頑張ってくれます。よろしくお願いします。続いては同志社大学、同志社大学の村上翔介です。本当に一戦でも必死に頑張って戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。明治大学です。明治大学西畑大輔です。早く一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。帝京大学、帝京大学の中島正弘です。一戦一戦大切に戦って日本一になりたいと思います。よろしくお願いします。関東学院大学です。関東学院大学の主将の太陽です。一戦一勝で頑張ります。そして最後、早稲田大学です。早稲田大学の源です。もう早稲田は荒ぶるしか見えません。一戦一戦ベストゲームで頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。14チームのキャプテンの皆さん、どうもありがとうございました。皆さん、ぜひいいゲームを期待しております。どうも今日はありがとうございました。それではお戻りください。